こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオではアートを作るのに才能、学歴、年齢は関係あるの？ということをお話ししたいと思います。答えを先に言ってしまうと答えは知りません。でも私の意見としてはあんまり関係ないんじゃないかなと思います。まず才能があるということについてなんですが、先天的才能と後天的な才能があると思うんですが、先天的才能、多分子供の時から天才だとか言われてたり、自分でもアートを作ることが自分のアイデンティティみたいに思ってたりすると思うんですけど、そういう人たちって多分好きだったり得意だったりやりたいことだったりということが小さい時から分かっているので、なんか自分探しとかする必要ないし、なんかそれだけでもいいんじゃないかなと思います。なんですけど、小さい時好きだったからって大人になってずっとやりたいこととは限らないし、まああったらあったでいいし、なきゃないでっていうのもあると思います。なぜなら小さい時はなんか作ったりとか絵描いたりとするの得意じゃなかったけど、大人になってから上手くなったりとか、そういう人たちもいると思うんですね。後天的才能ですよね。アートを作るのが好きだけど才能あるのかないのかわからない、才能ないんじゃないかなとか思ってる人たちのことなんですけど、大事なのはアートを作っている時とか絵を描いている時とか、まあ何でもいいんですけど、そういう時にすごい自分が充実してたり楽しかったり、生きてる感じがすごいするとか、そうであればもうそれが才能があるということだと思うんですよね。充実してたりとか楽しかったりとか、それが自分が生きてる意味だったりすればそれでいいんじゃないかなと思います。っていうかそれが大事だと思うし素晴らしいことだと思います。で、先天的な才能があっても後天的でもそうかもしれないですけど、上には上がいるとか、例えばあとは人からなんかこんなのなんとかだとか言われたりして自信を失ってやったりする時もあるかもしれないんですけど、まあ上には上がといえば、自分を表現している、自分の世界を持っている人が上も下もないと思うんですよね。で、人からどう言われたっていうのは、世界の人口何人いるかって、その100人とか300人とか500人とか1000人の人に悪いこと言われても、まだまだいっぱい人がいるし、そんな少人数の意見だと思うんですよね。だから自分がどうかっていうことが一番、自分が充実して楽しくてっていうのが一番大事だと思います。学歴についてなんですが、まあ美大へ行ったとか行かなかったとかなんとかってことなんですけど、美大っていうのは勉強するところで、勉強っていうのは勉強だって練習するとか、そういうことっていうのは学校へ行かないでそういう学ぶ方法っていうのもあるし、学校で教えないこともあるし、美大行ってない人が美大で教えてくれないすごいことができたりとか知ってたりとかもあるかもしれないし、まあ美大行ったっていうのはプラスのことにもなると思うんですけど、で行かないでもなんか違う努力をしたり学んでる人だったら学び方が違かったみたいな、それだけのことで、それがなんか上とか下とかいいとか悪いとかないと思います。で、昔なんか美大へ行ったからそういう発想が できるんですねみたいなこと言われたことあるんですけど、発想っていうのは学校行って教えてもらって、発想って中から出てくるものですから、外側から教えても学校へ行ったとかなんかなんとかなんとかってことで出てくるものじゃないと思うんですよね。まあ出てくる時もあるのかもしれないけど、知りませんけど、美大行くことがなんか魔法みたいに思ってる人がいるのかなと思うけど、そういうのは違うと思います。で、年齢なんですけど、年齢は始めるのに若ければ若いほどいいと思います。例えば人生100年だったとしますよね。で、84歳で始めるのと85歳で始めるんだったら、84歳で始めた方が1年長くできるので、その方がいいとも思います。で、なんですけど、例えば100年の人生で、100年以上あるかもしれないけど、まあ100年としましょう。で、99歳でなんかアートを作るのを始めたとしますよね。でもその始めたっていうことが素晴らしいことで、1年間でもできるということで、その始めたい時に始めるっていうのがすごく大事だと思います。始めたい時に始めないのがどうなのかなと思いますけどね。例えばもう手遅れだとか、まだ若すぎるとか、そういうことは考える必要ないと思います。
で、これも昔言われたことあるんですけど、若いからそういう発想ができるんですねみたいな。だけど若いっつったって、あ、まあその時は今より若かったですけど、20年とか年上の人からしたらそれは若いかもしれないですけど、20年年下の人から見たらこの年じゃもう頭がカチンコチンなんだろうなって思うような年齢だったと思うんですよね。だからそういうのって勝手な思い込みだと思うんですよね。だからでもまあ長い人生があって、1歳2歳3歳って一桁があって、10代20代30代ってその人生重ねていくうちにいろいろな経験をしたりとか、あとは若い時は若い時でその年取ってからにはない何かいいものがあったりとか、だからどの年代にもいろいろあって、その年代って言ってもいろんな人がいていろんな個性があって、だからその年齢って数字だけで決めつけるのは良くないと思います。何が言いたいかっていうと、個性っていうのが大事だと思います。なんか話してるうちに暗くなっちゃいましたけど、まあアートを作っててこれが自分が大事なことだって思えばそれは才能なんだと思います。自分自身才能があるかないかってことどうでもいいし、というか私が何十年もアートを作り続けてるっていうか、まあよく絵を描き始めたのはいつですかって言われるんですけど、そういう時はもうなんとなく長いことやってますって言うんですけど、本当の答えは私は絵をいつ描き始めたか覚えてなくて、小さい時から絵を描くのが好きだったので物心ついた時から絵描いてて、多分親も私がいつか絵を描き始めたなんて覚えてないと思うし、まあ覚えてませんっていうのが答えなんだけど、そういうこと言うと多分よく何歳の時にこういうことがあって、こういうがきっかけで絵を描きましたとかっていう答えを期待しているのか、学校へいついつ行ってそれで絵を描き始めたって言わせたいのかなんてことを勝手に思うんですけど、もしかしてそうじゃないかもしれないし、私の勝手な思い込みかもしれないんですけど、なんか子供の時に絵を描いてた気持ちと多分今絵を描いてる気持ちって全然変わってないんですよね。だからその切り替えってないから、絵描くだけじゃないけどなんか作ったりとか、ちっちゃい時から好きだったんで、なんか全然変わってないんですよね。それがいいことか悪いことか分かんないけど、まあどうでもいいんですけど、絵を描いたりなんか作ったりしてる時は続けるのは私はそれしかできないし、それをやってる時がアートを作ってる時がなんか自分でいる気がするし、生きてる感じがするし、それで続けてるだけなんですよね。とまあ何かちょっとまとまらなくなってしまったんですけど、最後までご覧いただきありがとうございました。なんか真っ暗になってというわけで、また次回お会いしましょう。さようなら。